時計ファン、世界の腕時計コレクション、4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託、アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目は、オールドロンジン、角型、手巻き、中三針、CAL-19.47N、金針ケース。1920年代、角型手巻き中三針のオールドロンジンです。グリーンゴールドの金針ケースで、シルバーのダイヤルの中に、アラビア数字のインデックスとペンシルハンドで構成されています。ゴールドのライスブレスがつきます。2本目は、ロンジン、手巻き、中三針、金針ケース、CAL-19.47N。オールドロンジン角型の中三針時計です。ケースは金針の3ステップデザインです。機械は、精度と堅牢性を両立した3姿勢調整が施された CAL-9-47N を搭載しています。ゴールドの3トーンで、光の入射角によって濃淡の範囲が変わります。3本目は、ロンジン角型手巻き SS サイドステップケース CAL-19.47N。オールドロンジンの角型手巻き3針時計です。希少なサイドステップケースデザインに評価の高い CAL-9-47N の機械が入っています。この個体はバーインデックスで構成され、ブルースチールハンドがアクセントになっています。最近では、あまり見かけないメッシュベルトがついています。4本目は、ロンジン角型1928年製 9.47N 搭載14金ホワイトゴールド針ケース。ムーブメントの要となるテンプ周りですが、ロンジン特有のヒゲ持ちが装備されています。一般的な高級機種に与えられる肝臓型とは異なり、四角い形で、ネジが一つの構造です。ネジが二つ入る肝臓型と比較して、調整幅が少ないと言われています。そこから伸びるヒゲゼンマイは、ブレゲ式巻き上げヒゲです。これらの時計の詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお届けしました。